チャプター5やっていきたいと思います。念のために確認しないとな。人間だと思っていただけたら怪物だったなんて。よし、ちょっと待って、通信悪いよ。This is a matter of life and death. After all. Is anyone there? Hello? 誰もいませんか。ここかなり難しいんですね、今回。私が手でドンっていうね、あのやつ入れたんですけども、SE をサウンドエフェクトを入れたんですけども、メリッサベラモンローなのベラモンローの手がかりを得ると。はい、じゃあね、今回お母さんの番でございます。病院です。なんとかね、病院にたどり着いたというところから始まるんですが、まずは病院に入らないといけませんと。で、やっぱ開いてないんですね、自動ドアは。で、まあね、窓からね、飛び越えていきましょうということになります。このお母さんはこのお母さんは窓から入ってやんよこの野郎みたいな感じになります。よし、で、ここに侵入できる窓がありますねと。でちょうどベラのところと同じです。なんとこっからクモシビトの方が出てくるんですね。ほぼほぼ見つかったら終わりでございますね、このシビト。結構難しいですよ今回。では参りましょう。じゃあ A 階段から、下りましてね、1階に行きますと武器がありますよね。その武器を持ちますとね、結構有利に進められます。取りに行きましょうと。まあね、なんともね、おどろおどろしい武器なんですけどもね、こちらでございます。案内板を使う案内板を武器にしちゃうんですね。もうそんだったらソファー武器にしてもいいんじゃねえかと思うところですけど、ソファーは武器にならないんですね。よし、じゃあここからもう階段をどんどん上に上がっていきましょう。クモシビト来てる来てる。この暗い、この看板があればね、なんとかなるんですよ。看板があればなんとかなるんですね。だから看板が欲しいんですよ。よいしょ。でね、いつも通り、やっぱり鍵がかかっております。お、びくった。よいしょ、患者かなこれは。もうね、かなり強いので、この看板がかなり強いのでね、もう気にせず、スニーキングなんて気にせずにね、どんどん進めていきたいと思います。男子トイレ、女子トイレですね。これどうせないから、あ、屋上の鍵もうあったし、診察室にある感じなのね。はい、どうもどうもどうも。看板が強いだろ。オーバーキル、オーバーキルはい、ありがとうございます。屋上の鍵を拾うと。はい、よし、屋上に行きましたと。で、もうどんどん上に上がりましょう。やっぱね、始める前に地図を見るのは結構 大事ですね。お、ほんとす、びっくりしたな、びっくりした。おぉ。当たらない。当たらない。君に当たらない。もう逃げようかな。よいしょ。さあ、屋上で決闘だ。屋上で決闘だ。来いよ。どうしたら来ないのか、ビビってんのか。
試合が決まるとよ、血がたぎっちまうんだ。来ねえな来ねえな。よし、ちょっと待って、財布を取ってきたい。財布を取ってきて、ちょっとビビったら100円っていうのをやりたい。サム、はい、サム、サム、ああ、聞こえませんOh no って感じですね。はい、こんな感じです。さあ行きましょうか。ここが開きます。ここでね、一回ここで死んでしまうと、なんと案内板というエクスカリバーが消えてしまいます案内板というエクスカリバーね、消失してしまうので気をつけましょう。ここ、まず視界から、ナンバーを知らないとくださいね。切るか。はい、この視界から、こいつのこの部屋にある黒電話の電話番号を見つけます。はい、よしよし、見ろ、電話番号を見ろ。201、はい、201でございます。201、手術室の内線電話からということで、手術室に行かないといけませんね。じゃあ行きましょうか、手術室。おっと、はい、ここで来ましたじゃあ私はここで黙りましょうか。あの驚々しい姿、あれがね、脳死人と呼ばれるものでございます。あの脳死人、どういう存在かと言いますと、蜘蛛死人の活動の源になっております。なんでね、あの脳死人さえ倒せば、あの蜘蛛死人は活動を停止しちゃうんですね、活動を。よし、じゃあそのね、脳死人の活動を停止させるために今から行きましょうと。地下でございます。よし、発煙筒の準備をしておきましょう。発煙筒かなり使えるものになっております。さあどこにいるかな。よし、相手の視界を奪いました。では今のうちにやれと、脳死人をやりましょうか。よし、退治成功でございます。こちらでね、あの恐ろしい蜘蛛死人が活動を停止しました。これでね、もう自由に歩き回ります。では内線を、手術室の内線ということで、エレベーター1個上がりましょうか。よし、俺間違えて今2回押しちゃった2回押しちゃったかな今。ここはどこかなと。あ、1階だ、よかった、ちょうどよかった。よし、でここら辺のクモシビトもね、多分活動も停止してるんじゃないかな。もうこんな感じでございます。こんな感じでね、活動停止しております。でもね、怖いものなしということで201と。よし、よし、終了でございますと。ではムービーでございますね、多分、多分すごいございます言ってる。 What are you doing in this village anyway? I don't understand what you mean. Help me! Where's Sam? He's there, isn't he? Melissa! Is that you?
合流できましたね、やっと。Wait. This looks like Bella's. It means she's alive. The Erard's Body Church. You know where this is? Yes. It looks just like the church built in Colorado. It's just down the road. That way. I have a few things I must take care of. で、ここね、結構ショッキングな映像になりますので、皆さんご心して、ご視聴ください。希望か。さすがに飽きた。このこいつで。ジェアスニーク、ターゲット遅く。何がね、なんでこの女のケツを追わなければいけないんだと思うんですけども、なんか武器ないかな。ハマナってさ、こう基本的に人を殴らないキャラクターだから、ちょっと殴れないんじゃないかな。もなんか武器があったとしても殴れない気がしてきたな。よし、この川もすごいよね。洪水、ただ洪水が起きてるだけかな、これは。こちらスネーク、ターゲットが知らぬ男と接触をした。どうすればいい大佐。これ何のやりとりなんだろうね。大佐、どうすればいいんだこれは。どこここって感じ。怖っ、洞窟やん。洞窟じゃん。洞窟じゃなかったわ。洞窟これ。よいしょ、3人称に戻そう。お、何が落ちた。暗くてよく見えねえな。大佐、これは何だ。バレたー。発煙筒持ってないんだけど。発煙筒持ってないぞ。まず持って発煙筒持ってないぞ俺は。おいおいおい。ちょっと待て、お前ら待て。話せば分かる。お前らやめろ。発煙筒持ってないぞ俺は。包丁に持ち帰る。ええ、あ、なんかやっちゃった、ごめん。アムナはその場に残された過去の記憶を見る能力に目覚めています。過去の記憶が残っている場所に近づくと、特定の視覚効果と振動で知らされます。ほう、
そんな場所を見つけたら視界着で過去の地震をクローズ探ってみましょう。後ろからすごい来てる。2発。来たな。遅い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 。 CQC は俺の方が上だ。 CQC は俺の方が上だ。残念だったな。 CQC なら俺の方が上だ。あ、なるほど。これで過去の記憶を見ろってことか。見れないやんけ。どうしてくれんのこれ。稲荷が入ってないやん。どうしてくれんのこれ。過去の記憶見れないやんけ。過去の記憶なんてある？1って書いてあんな。どこだろう。そんなところまで行かないといけないのか。ん？ここどこだ？とりあえず上行こう。ここで？ここか。キラーン。よくわかんねえな。どういうこと？扉に残された記憶を探る。三田村屋をまず三田村屋か。次はちょっと難しくなってきちゃったな。三田村屋に行くぞ。そのためには降りないといけないな。よし。見える見える見える。ドス。どっちの方が攻撃力あるんだろうな。何かあるか。ここで視界ジャック使えってこと？キラーン。で、何が分かったんだ？扉に残された記憶を探ると。次はじゃあちょっと羽しびとが俺のことを見ている。振り切るか。こっから行けるか。どうやっていくんだろうな、あそこに。え？あー、かん。すんごい武器持ってる、すんごい武器持ってる。すんげえ仲間になるみたいな。下落ちた。落ちろ。落ちたな。どうやっていこうか。それがさっきからの一番の謎と言いますか、一番難しいポイントと言いますか。じゃあ一回盆地、墓地行こうか。墓地。お、バレずに行けたか。竹本。おお、墓荒らしやん。これで君も立派な犯罪者だよ。墓の下には何もない。え、何もないのに荒らしたの？
なんてやつだ。あ、全部調べろってことが。調べるとこれで君も2件目だな、はからしすごい嬉しそうな顔すんなよウィンを解く。いやどうやって、いやどうやって、よいしょ。何これ、何ここ、見つけてしまった、見つけてしまった。でもどっちがどっちかわかんねえな。点々三つ星抜けちゃった。パシャリパシャリ。さあここに死人いる状態かな、どっちだ。いない状態だ。よし解くぞ、急いで解こう。合わせればいいんだな。これじゃない、これか、きたー、よし、あと一打つ。ここでビルビンを拾っておくと話し人から逃げろ。よし、よし、解くぞ。来た。これとどうだ？こいつで、これで合ってる。よし、できた。これで扉が開く。まださな、これで扉が開くんだ、ガズ。行くぞ。どうやらこれは科学とかそういうもんではなく、非科学的な何か。旅蔵さんの言った通りだな。旅蔵さんだっけ、八重丸さんだっけ、道を逸れるだね、本当に。よし、終わった。終了条件達成。まだスタだ。ゼロ。What is it you desire? やば。おおほほほ、神々しくなってしまった。すんごいなんか。ハワードライトです。オッケー。二人一緒逃げる。頑張る。お、そうだ。あ、そうだな。ハワード、君は？ミヤコ。このごめんね、この前ヒヨコって言っちゃった。一緒頑張る。ミヤコ。I've never seen this kind of syncretism before. It's definitely a sign of a call. I have to perform the ritual. So pretty.